へいよー、ケンツムッシュです。今日のくらってくるんですけども、皆さん今日にですね、ついに始まりましたスーパーカードイベントといったところで、スーパーネクロマンサーが使えるチャレンジがいよいよ始まりました。これ待って、参加費無料ってカッコで書いてあるけど、こんなんわざわざかかんでもって感じだけど、まあ、やっていきましょうかといったところで、4つあるんですけども、最終的にこのスタンプがもらえるといったところで、いいですね。結構これ激しいあれなんですけども、今日はこのチャレンジの、最強デッキを紹介しようと思います。まあ以前動画にもしたんですけども、スーパーネクロマンサーと言われるネクロマンサー、マザーネクロ、ダークネクロの全てを、噛み合わせた、やつがいますと。で、そいつの、チャレンジになるんですけども、チャンピオンではなく、まあ普通のカード。で、このチャレンジ限定なので、普通に実装されることはないので、安心してくださいといったところでやっていきます。まずね、一つ目これを紹介します。で、本名はキョスケロイジャーなんですけども、まあ、どんな性能かっていうのをね、こう分かりやすくするために、ちょっと高回転気味でね、やっていきましょう。よろしく。まず初手に確か絶対来るのかな。で、でかいです。タワーより結構でかいです。で、出して、スケルトンとコウモリを生成して、マザーネクロみたいに、相手に魔法をかけて倒したら豚になるっていう効果があります。まあ、こんな感じで魔法がついて、攻撃しつつ、このバルキリー倒したら、豚になるかなっていう。うん。こんな感じで豚になるっていう効果です。なので、このネクロマンサーを、いかに、処理して戦うかが勝負の鍵といったところで、まあ、俺のおすすめはやっぱゴールドナイトと、あとロイヤルデリバリーで、まあまずはこのスーパーネクロマンサー処理することを第一に考えたデッキですね。でこれチャンピオンは場に1体しか出せないんだけど、スーパーネクロマンサーチャンピオンじゃなくて普通のカード扱いなので高回転で出せるん。あ、相手も同じ考えですね。これはさ、ウッド使ってあげて一気にカウンターでいきましょう。相手もね、多分こっちのコウモリとかスケルトンを変えていきたいと思うので、まあ、こういうところを一気に押し込んでいきたい。こんな感じで、でポイズンで押し込みつつ、はいはいはい、結構ダメージ入ってるね。ただこっちも豚にめちゃめちゃされてるわ。ただ、いい感じに溶かせてんな。で、これは、ウッドも使って、溶ける？あ、溶けないんか。ごめんね、ダッシュ。結構ね、負けれると思うんですよ、このチャレンジ。まあ、なので、しっかりと対策したデッキを使わないとやばい。あ、それとね、別件なんだけど、ちょっとね、動画ここ2日ぐらい出せなくてごめんなさい。トロ上げとかはね、ちまちまやってたんだけど、トロがね、マジで上がんなくて焦ってはいるんですけども、またね、動画しっかり出していくので楽しみにしててください。これは、ディガーとか使って、ちょっと高回転で、はい。いい感じにできたらいいなと思うんですけど、結構ぐちゃぐちゃだ。まあ、守りさえできればって感じだね、うん。このデッキの良さはこういう感じで守れるので、なんとかなりそうだなっていう。さあ、スーパーネクロマンサー出してあげて、スケルトンとかでまあ寄せとくと。いい感じですね。まあ、ポイズンでフィニッシュしときます。さすがに勝てると思うんで、まあ、これにて、グッドゲームと。いったところですね。これ、マジで結構、何も考えずに突撃すると、チャレンジ失敗する可能性があるので、こんな感じで、気がまずは、好みね、好みなんですけども、おすすめでございます。で、一番多分強そうなのが、キョスケロイジェイかな。キョスケロイジェイに、まあ、詰めましょうよっていう話が一番、硬いかな。ロイジェイと、トリトンか。トリトンハンターで、まあ、チャンピオンとくメリットのが結構強いところではあるよね。まあ、ライトニングウッド。ライトニングと、これちなみに、クローンと、ミラーと、マザネクネクロ、ダクネクは使えないっていう、仕様でございます。これあと1枚なんだっけ？トリトン、ハンター、スケか。あ、てか、スケってあれだな。
ロイジェイだ、普通に。キョスケじゃなくてロイジェイが強いですね。これだ、こういうのも結構あり。で、ライトニングウッドで、スーパーネクロ飛ばせるんで、こいつね、ライトニング耐えるんよ。1060なんて体力が耐えるんですよ、実は。それがちょっとね、強い。だからまあ、これと、ウッドとかで処理できるようにしとくってのはちょっといいかもしれないね。さあ、相手何で来る？なるほど。コウモリ出る前に。よしよしよし。いいですね。これは、こっちにジャンプさせて、緊急動したい。オッケー。オッケー。いい守りですね。ま、てな感じで、ライトニングが結構強いから、まあ、こういうロイジェイデッキがいいんじゃないかなっていう。あとは、その、マザーネクロマンサーが、シンプルに強いんよ。あー、撃つな。まあ、こういうマザネクみたいな使い方もしっかりできますよ、と。そう。マザーネクロマンサーがロイジェイデッキにやっぱ強い、ロイジェイデッキに入ってて強いんだけど、そう、強いんだけどって感じなんだけど、まあ、その、マザネクの枠がシンプルに強いネクロになったら、それは強いですよねっていうデッキ。ああ、まあ、ケツトギトンから行くか。なるほど。これは、入るか。一発入っちゃう。まあ、ロイジェ行きましょうか。ここなんだよね、問題は。一応、ウッド使って、はい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 。いやー、これなー、こうだなー、こうしてあげて結構守れる。こんな感じでやりつつ LSP とか使って守って、これのカウンターが強いよね。これが強すぎてやばい。で、まあ、メガナイトが来る。あとはローリングッドでスケルトン部隊読んどいて、いいよ、気持ちいい気持ちいい。で、これなんとね、2周目が出せるのが、マジで俺、強いと思ってて、意外とね、このバルキリーとか突破できちゃうんですよ、このカード。それがね、非常に強いです。まあ、なので、このデッキを、もう一番おすすめしたい、俺は。一番です。まあ、このロイジェイデッキで今日は、攻略候補を上げていこうかなと思います。まあ、ディガポイとかも結構おすすめなんですけど、ゴルナイが入った。まあ、一応チャンピオンが入ってるんで、あっちは。まあ、こっちのチャンピオンなしの方が、まあ、いいのかなっていうのと、まあ、ちょっと立ち回りがシンプル。非常に。まあ、守ってロイジェイ出してみたいな。あとね、これ初手にあるけど、基本的には待った方が多分強そう。ちょっと待ってから、まあ、相手のサイドにカウンターで出す方が、熱そう。先に豚に変えた方が有利かな。どうだ？これは、いい感じにこうして、相手の、あいつを、こいつを倒せば、割とのはずなんだけど。よいしょ。まあ、一旦これで放置でいいかな。相手の敵よくわかんないけど、まあ、これはロイジャイ出してからでもいいか。施設切ったんで、ロイジャイ出してからネクロマンサーで回収でも良さそう。あー、なるほどね。そいつか。まあ、LSP で一回、入れときましょう。なるほど、そいつできたか。トリトンも出して、スケだこれ。オッケー、潜ってくれるのは、ありがたい。引っ張って、神。よし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 。いやー、これマジでね、初期のダクネを思い出すね。初期のダクネ、こんくらい強かったからね。マジで。こんな感じだったなぁ。まあまあ、さすがにここまでではないけど、でもこんな感じの雰囲気ではあった。そう、まあ、普通に実装されることはまあないんで、安心してほしいんですけど。
いやー、この2体がね、マジでいいの。しかもでかいだろ、ネクロが。マジででかいんよ。これがね、面白いところ。このスーパーチャレンジの。今までここがラバのやつができて、今回このネクロマンサーのやつができてっていう感じだから。あ、クラウンで進むんだ。これ、じゃあいっぱいおった方がいいんだな。しゃあ、結構時間ある限りガンガン行きましょうか。いや、動画もマジ久しぶりだからね。まあ、2日出してないだけって言ったらあれなんですけど、まあ、2日出さないだけでかなりね、心配してくれたので、嬉しいです。はい、ということで。やっていきましょうか。トラゲもね、やっと生放送できるようになったので、頑張っていきますぞと。これ一回ライトニングだな。一回ライトニングで、ブーに変えて、ブーに変えていきます。あー、これいいぞ。あー、ヤナメか。あ、ただ残るんだ、それ。これ、一気に、うわー、そっか、エレスピが、エレスピのせいで、スキブいる？いたら出してるな、これ。エレスピのせいで今、墓石食べれるところが食べれんかったね。夢みたいなカードよな、スーパーネクロマンサー。なんだろう。前のスーパーラバーはさ、結構、バカげた効果。あのね、これね、みんなにね、言いたいことがあるんだけど、絶対に、スケラ使っちゃダメです、このモードは。なぜなら、この、スーパーネクロマンサーが、スケラに最強すぎるんですよ。だって、ライトニングで飛ばない、で、フリーズ、ポイズンとかももちろん耐える、ファイボーも耐える、ノクセして、スケとコウモリ出しながら、豚を出してくるんよ。最強じゃね？マジで。だからね、スケラはね、絶対に使っちゃダメです、これ。100%、勝てない。うん。まあ、勝てるんだけど、うまければ。でも、絶対に使わない方がいい。このスーパーネクロマンサーが、もう一番得意としてる相手がね、そう、スケラだからね、絶対それはダメですね。さあ、これで一つ目がクリアで、二つ目、これまたクラウンか。あ、クラウン報酬だったら、やっぱ3クラウン取れるデッキが結構いいと思うんで、まあ、ディガポイよりかは、ロイジェイだね。ロイジェイ多分これ結構形組んだら止まんないんで、まあ、ロイジェイが一番いいな、これ。で、チャンピオンなしだし、本当に。そこがいいよね。オッケー、行きましょう。レッツゴー。報酬もかなり美味しいし、いいね。これが、一応サバがやってる理由はね、まあ特にないんだけど、まあ本赤の方は、カードももう全部持ってるし、まあスタンプ、欲しいっちゃ欲しいけどね。まあ、ええわといったところで。いやでも、サブ赤でやった後に本赤やるモチベーションあるかって言うと怪しいな、チャレンジだと。普通に本赤だったらトラゲしちゃうもんな。でもこのスタンプがいいんだよなぁ。めちゃめちゃ欲しいよね、このスタンプ。いやぁ、これスーパー、まあ、エレスピちょっとちょっかいかけてからの、まあ、トリトンら辺からスタートしよっか。キング起動したそうな顔してる相手。できないか。よしよしよし。スケ出した後にコウモリ出してきて、引っ張ってくるのは素晴らしい。これ、こうか？いい感じ。豚にターゲット取らせるのが、めちゃめちゃ大事だ。で、処理しながら、突き進むと。いやー、いけ、コウモリ。ザップ使った後のこのコウモリが、つえー、マジで。ガチで強いよね、これ。で、また出して、スーパーネクロマンサーを。豚にしながら、前線を押し上げていく動き。素晴らしい。さ、ダメージ入る。さ、これ、ライトニング使ってあげて、うん。一気に進みましょう。でかいな、マジネクロ。タワーよりでかいもんね。火力自体はまあそんな高いわけじゃないけど、周りのやつがちりつもで強いな。これ相手諦めるとかあるんかな ?3 クラウン。お。なるほど。いや、マジでね、スケラ使わない方がいいよね。ガチで。強すぎて。まあちょっとなんか相性良さそうなのわかるんだけど、このスーパーネクロマンサーと。まあでも冷静になったらダメですね。これは、ここら辺にハンター出してあげて。よいしょ。さあ、地獄の
2スーパーネクロでいきましょうか。デカネキ2期だ、これ。来た。よーし、食っていきますね。やっぱこのデッキめっちゃいいな。なんか来期と、来期ジョーンズと先行プレイでやってた時も、フレバトでやってた動画ね、多分みんな見てくれたと思うんですけど、まああれも結局、あれも結局、このデッキがやっぱ強そうだなっていう結論に至ったからな。ポイズンよりライトニングの方が、いけそう。だポイウッドでこいつ飛ばないから、おそらくなんだけど。それはスーパーネクロで、回収しながら、ウッドで処理。ロイジェイまで行っていいな、これ。行きましょう。さあ、前入れ。行け。幅寄せ。ロイジェイの右肩で。よしよしよし。まあ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 、最低限最低限。トリートゥンで行くか、これ。トリートゥンで、ああ、なるほど。じゃあもうハンターも出してあげて、ちょっとダメージもったいないけど、まあ、許しましょう。しゃ、処理してあげて、まあ、バレルもこいつで、ええ感じに受けれそうだな。で、こういう時はライトニング打たずに、ライトニング打っても、もう一枚なんか必要だったりするんで、まあ今回しかもライトニングって打たないと、飛ばせない盤面なんで、こういう感じのがいいね。よいしょ。できるだけ豚にしてあげて、行くと。よーし。相手のね、豚は豚に変えられないから、まあそこだけ要注意ですね。そこでガゴとかなんかロイジェイに来て、スーパーネクロが反応してとかないかな。あ、GG 来ました。あ、ともいきや、しっかりと、やるスタイルだ。さあ、これで、豚がね、なんとね、増えるんですよね。これやばくない今の。めっちゃ強かったぞ、今の。エレキでターゲットリセットしたがゆえに、ガゴが瞬時しちゃったから、エレスピード含めて。熱い。マジで、俺だけこのスーパーネクロマンサー余裕で使いたいもんね。オッケー、よいしょ。で、コインももらえつつ、おっと、そっか、これも結構稼げるからいいんか。いいですね。さあ、次行きましょう。ガン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 。結構スリークラウンで勝てるから、効率も良くていいな。あ、もちろんね、こう、1クラウンずつね、こう、味わってやっていくスタイルもいいんだけど、まあ、やはり報酬、まあ、意外と、もうなんか味わわんくても、味わえるって感じよね。豚出しながら、基本的には先出しが有利の、しっかりこういうの動きしながら、ウッドはまだ打たんくていいな。あ、打つな、これ。やばい。結構豚いた。これは一回待ちだな。あ、もう一本、もう一本前来て。あー、最悪だ。巻き込みをちょっと狙った結果、使っちゃったけど、まあまあ、トリトンが頑張ってくれたんで許しましょう。オッケー。このね、マジスーパーネクロマンサー同士の攻防が、難しいというか、なんか場合によっては先に出すと損するというか、相手の豚にターゲット取ってるときに、もうこっちのやつ全部食われて、みたいな。ことは結構ある。これみたいにね。一応これでやるけど、これはちょっと事故りそうなので、これですね。ライティングってあげて、ちょっとせいせいせいだ。これもまあ、スーパーネクロマンサー出せたら美味しい場面ではあるけど、しっかりとハンターで処理していきましょう。まあ、ロケットとかも結構いいかもしんないけど、安定でいったらかなーっていう感じがする。これ、多分もう一回バルキリーとかだと思うんで、相手。あ、ホグ来た。じゃあ、処理してあげて。これはトリトンが持ってくるので、これでさらに処理。
で、累計にターゲット取らせながら、もう地獄を見せに行きましょう。これもね、こうですね、もう、ぐちゃぐちゃだよ、これ。もう、見たことないぐらい豚出ると思う。はいはいはい。やばい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 。すごいことなってる。ただ、バルキリー強い。さあ、どうやって止めてくれるんだい？どうなってるのかマジでわかんない、これ。やばい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 。あ、やばい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 。もう、サムネが取れたもんね、これ。カオスすぎるな。よーし。あ、でも、ワンクラウンか。耐えられたな、結構。スリークラウンで勝ちたい。さあ、続いていきましょう。まず最初は待ちます。そうすると相手が結構出してくるケースが多いので、まあ最初はちょっと待って、まあまあまあ、勝ちたい方は結構待つのがおすすめ。これはどうだ？どうなんだこれ。今ちょっと構えてた、あの、握ってたやつ癖で出しちゃったけど、意外と突っ込んでんな、これ。けど、ライトニング打つか、これ。打とう。ライトニングズンズンズン、セーフ。まあ、これがライトニングだと強いよね。ポイズンだと、まあ、なんか右に残られた挙句、まあ、万が一スケラとか打たれたら、結構苦しいから、まあまあまあ。ライトニングが一番呪文ではおすすめと。さてと、ロイジャイを出してもいいんだけど、まあ、LSP か。おっと、すごい、それは。さあ、ロイジェ出してあげて、あいつを、まあ、自陣で処理ですね。まあ、自陣が基本的には有利なんで、受けは。はいはい、これで、あー、ちょっといい。まあ、ライトニングとか大丈夫だと思うからな。これで、やりながら、うん。結構豚にチクチクいかれてんな。結構いかれてんな、これ。結構、思ったよりいかれたわ。まあ、シンプルにこれでカウンターで、苦しそう。この形がシンプルに強い。ロイジャイプラスの、こいつが。で、勝手に延命してくれよ、こんなん。勝手に延命して、突撃してくれるから、それが強いわ。よいしょ、ライトニング使ってあげて、突破。さあ、チャンスだ。いけ。よーし、オッケー。いや、やっぱスリークラウンが気持ちよすぎる、これ。このチャレンジは。これ結構、あ、でもね、これネクロマンさんのタスク進むわけねえか。カードがそうでもないか。よいしょ。行きましょう。さあ、ここの第2面もクリアできそうだね。さあ、よろしく。まあ、もう多分ここまで見てる方だったら、このデッキのね、使い方もだいぶ分かってきてるはずなので、割と安定して勝てはしそうですね。まあ、このデッキのミラー対決めちゃめちゃめんどくさいはずなんで、それだけ気をつけて。まあ、ライトニング打つよりも、スーパーネクロ合わせる方が、まあいいかな。ここの攻防さえ制してあげたら熱いので。オッケー。これね、結構ね、こんな感じで出してほしいと思う。うん。こんな感じ結構出してあげて、ブヒブヒして、処理されちゃったか。ライトニング打ってもいいけど、ウッドと、つけ。で、ハンターで、守ります。オッケー。まあ、ロイジャイ出すかな。出して、何が来るか。はい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 。
なるほど。まあこいつはまあエレスピで守るか。オッケー。まあこうなったら基本的にはまあ2本目を狙った方がいいから、まあ、こっち側かな。待ちつつ相手が出してきた方向に出しましょう。ペッカはね使わない方がいいな、これ。このチャレンジなぜならもうこいつが強すぎる。ペッカ工場使いからしたらもうこのスーパーネクロマス剥げると思う。あー、これライティング打っちゃっていいな。ライティング打ってウッドです。ウッドしてあげてからのこうだ。あれちょっと残ってる。耐えた。なんか結構残っててめんどくさいです。結構めんどくさいなこれ。ロイジェ出してあげて、もうこれガンガン行こう。うわー、今打てんかったのしょっぱすぎるな。いやー、キングまで行きたいけど結構耐えられそうだな。うん、まあこういうこともありますね。あ、負けなければいいんですけど。いやー、時間があればってやつだこれは。ちょっとごめん、俺がスケブを読まなかったのが足りなかったね、時間が。まあグッドゲームと。いや、これでもう一試合するのちょっとしょっぱいよね。やっぱ2か3ずつ稼ぎたいよな。オッケー、ラストかな、これで。これラストでいきましょう。後半の分もワンチャン。お、これさ、どんくらい守れると思う。でも最初スケなんだよな、これ出てくんの。まあ、これはもういいや。フリーズ打たせてから。結構入ったな。結構入った。いやスケブとか来てもまあ、こいつがなんとかしてくれるでしょう。あ、バルキリーいいね。バルキリー強そう、結構。この、ネクロマンサーに対して。まあ、ロイジェイ出して、まあ、ライトニング構えとく。圧着いくか、これ手前ライトだな。で、こうだ。で、ハンターでバルーン守りかな、これ。フリーズ即打ちされてもいいように、もう高めで構えとこう。なんなら一番上。ランバー来るか。ランバーバルーン。これフリーズ打たれてもいいように、もう行きます、スレイジェイ。はい、これがもうめっちゃ美味しいです、これ。おられてもいいです、もう。攻めれるんで。これいいね。やっぱ今の相手が攻めたい時に被せて攻めるっていうのが結構熱い。あれ、守られる？あれ、ちょっと守られた。まあいいや。折れるし。スケブ見なかったよね、まだ。まあ、あの37はいつでも。真ん中アチャクイちょっとめんどくせえぐらいか。まあ、一応ケアしとく？真ん中アチャクイ。と思ったら、だいぶ左に来たわ。相手もあれか、これクラウン狙ってるわ。あ、でもこれもう負けても、あれか、俺クラウン手に入るからいいんか。あ、バルーンだ。うわお。わおだ、それ。わおなやつ来た。あー、なるほどね。一応ハンター。フリーズ？どうなんだ、これ。これ、ライトニング回した方がいいな。さすがにか。はい。GG ですね。この後のやつ、一回だけやりてえな。この後のステージのやつ一試合だけやって終わろうか。オッケー。防衛フリーザー今、咲いて。あれちょっといいウィザードっぽかった。グッドゲーム。さあ、ということで、ステージ2もクリアしまして、ステージ3行きましょう。結構美味しいか、報酬。いや、スタンプいいな、これマジで。ちょっといちいちデッキ組むのがめんどくさいけど、
ロイジャイ、やっぱこの高回転っていうのが結構いいかな。ハンター、ウッド、ライトニング、オッケー。さあ行きましょう。スーパーネグロマンスターチャレンジ、ステージ3でございます。さあよろしく。さあもうね、今日のおさらいです、これ、皆さん。まずは、そうですね。はい、こいつを、まず待ちます。待ってこない場合は、まあ、何か引き出させて、出すってのが一番いい。どう？起動できる？あー、若さが足んないですね。ちょっともうあまりにも急だったから。若さ足んなかったの今。まあまあまあ、いいです。さてと。生き毒だ、これ、ロイジャイ。相手が俺の豚か、ロイジェイにターゲット取った時に一気にこの豚で押し込むと思ったら、だいぶあれがしゃしゃりに行ったな。いや、これさ、ちょっと待ってよ。結構やばい。こうか。あぶね、ハンター強。セーフだ。あぶねー今の結構怖かったぞ。結構怖かった今、本当に危な。あー、まあこれか。よし、相手もうまいなー、なんか強いデッキしっかり持ってきてるよね。いやー、ライトニングッド打つか。結構痛い。さてと、ホグとあれがいるなー。ちょっと待ってよ、落ち着いてカウンター。でもそれはね、美味しいんだよね、マジで。さあ落ち着いていこう。落ち着けば勝てるわ。相手のあれでいいね、なんか。このチャレンジで強そうなデッキしてる。さあ、行きましょう。もう、ゴリゴリ行きます。ライトニング。ああ、LSP とあれで飛ぶんだ。それ新発見です。溶かしてあげて、一応、ホグもケアしといて、まあ多分これで守れますと。で、まあメガナイトが来たように出しといて、クラウンも稼げたらいいなのグッドゲームでございます。まあそうですね、まあここに来る相手はさすがに結構対策してるんで、まあバルキーでも結構おすすめかなっていう感じ。まあ、そんなこんなでやっていくと、報酬が手に入る。まあ、10日間もあるので、このチャレンジは。ぜひね、挑戦する方は、この動画参考にしてやってみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめしバイバイ、またねー。